やってないの。いよいよ明日ですけれども、今の調子どうですか？いつも通りの調子です。いつも通り、もう普段とじゃ変わらずって感じですか？はい、世界ジュニア終わって、まあ、2、3週間経ちましたけど、どう過ごされてました？世界ジュニアで見つかった課題にしっかり取り組んでました。その課題って教えていただけたりするんですか？自分、なんかいろいろあるんですけど、1個、なんか回り込みとかレシーブの種類増やしたりとかしてました。練習してました。ドローも決まりましたけど、どうですか？どの選手も本当に強い選手なので、最後の1球まで諦めないで自分のプレーをできるように頑張ります。